皆さんおはようございます。今日はなんとなんと全国年金支給日です。まあ自分では関係ないんですけどもね、皆さんお元気でしょうか。タクルン長崎です。今回の動画はですね、ちょっと PR 動画です。やっとですね、サブチャンネル、チャンネルネームは、情熱タクルン、情熱タクルンというね、チャンネルネームの、チャンネルネームの、チャンネルを、あれチャンネルを作りました。サブチャンネルです。で、今回の動画はですね、PR 動画です。皆さんにですね、元サブチャンネル、情熱タクルンをしていただきたいということで、もう一本動画上げたんですけどもね、それをこちら、タクルン長崎の方で PR させていただきます。気に入っていただきましたらば、情熱タクルンの方にチャンネル登録をお願いいたします。皆さん年金支給日ですよ。今日は笑顔で贅沢しましょう。ではね、バイバイ。さて始まりました、情熱タクルン第1回目の動画なんですけども、今日はですね、なんとこの長崎のココウォークに来まして、この見えるかな、大観覧車に乗車します。題して長崎秋空おやじ心です。うわーすげすみません、ちょっと YouTube の動画で撮影にちょっと来たもんですんで。ああ、そうですか。はい、よろしくお願いします。今ですか。今撮影してるんですよ。はい、ちょっとドキドキなんですけどもね。いいんですかね。よし、さて観覧車の方乗り行ってみます。すいません、あ、もうちょっと待ってください。ちょっとYouTube の動画の撮影で来たんですよ。すいません、本当。さあ、今から情熱タクルこの観覧車に乗ってみたいと思います。ちょっと久しぶりですけどもね、ちょっと怖いですが、なんとか頑張ってみます。ではすいませんが、よろしくお願いします。すいませんね、突然。この乗る時のタイミングが難しかったですもんね。よし、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。はい、さあとうとう観覧車乗っちゃいました。本当にね、久しぶりなんですけどね。はい、ね、長崎の秋空と親父心、さあ見えますか、この風景、長崎の風景だよ。あ、どうなることやらね。うわ、どん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 上がっていく。うわ、すごい。あ、これね、本当にね、怖いと思うよ、これめちゃくちゃ。はい、ね、このゴンドラの中はね、こんな感じでね、まあ、ちゃんとクーラーも完備してあります。で、寂しいことに本当は一人なんですよ、乗車が。うわ、揺れる揺れる揺れる、めっちゃ揺れる。あ、すげえすげえ、ほらよいしょ。うわ、どん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 上がっていく、当たり前やけど。うわ、実はですね、本当に高所恐怖症なんですよ。ちょっとね、怖いといえば怖いんですけどね、まあ、飛行機乗った気分でもう飛び乗りましたんで。うわ、すげえ。
はい、稲佐山の方向が見えます。よいしょ。さあちょっとね、席を移動します。よいしょ。席を移動するんですが、このゴンドラがまた揺れるんですよ。本当に、うわうわ、これ本当貴重な体験というか、うわマッチ怖っ。ほら見てみて、あのね、なんで怖いと思うかって言ったらね、久しぶり乗るんですよ観覧車。すげえ。これね、立つことはちょっと厳しいですけど、ちょっとこれ下、まだね、頂上じゃないんですけどもね、見てこの景色。うわ、めっちゃ上がる。でね、ゴンドラがね、斜めになってるんですよ。歪んでるんですよ、実は。本当に。うわー、これ後ろ。ちょっと行く。後ろは、うーわ、これね、ほんとたまらん。ほんとにゾクゾクするよ、ゾクゾク。あで、長崎旅行をですね、今後考えていらっしゃる方、いろんなね観光地があるんですけども、この、森町にありますココウォークという商業施設、この、観覧車一度乗ってみてください。料金の方はね、大人500円です。お子さんが300円。時間つぶしにいいと思います。で、ここの森町のココウォーク1階がですね、空港行きバスの発着場所になってますんで、わあ、新しい長崎の新幹線駅も見えてます。ほーら、ドン。うわー、今ね、頂上あたりです。さあ、うわ、ドスンギョ、ドスンって、うわ、めっちゃ怖い。これほら、ね、ほら、この空き地、わわわわわ、空き地見える、空き地。ここにね、新しい長崎サッカーグラウンドができるみたいです。わー、頂上です。頂上にやってまいりました。すごーい、すごいって叫んでるだけ。はい、もう一回下見ようか。うーわ、いやー、今からね、この情熱タクルン、いろんなことにね、まあ、チャレンジしたりとか、またはいろんな乗り物の乗ったりとか、いろんな、みんなが味わったことないような別世界、まあ、世界をですね、体当たりで体験していきますんで、ぜひね、まあ、こいつおかしい、や、まあ、おかしいなお部屋地だと思っていただいたらですね、チャンネル登録をぜひお願いいたします。うわー、怖っ。本当に、これ下どうなってる。だってね、これビルのね、ビルの壁の横にね、貼り付けたような観覧車なんよ。いつ落ちてもおかしくないような感じですけど。さあ、見てください。ね、もう実際ね、本当に乗ってるんですよ。当たり前やけど、ほら見えるかな、ほら。はい、どうもね、ありがとう、まあ、ご覧になっていただいてありがとうございます。もう本当手ベタベタ、汗ベタベタなんですけどもね、ぜひこの情熱タクルン、タクルン長崎のサブチャンネルも本当可愛がってくださいね。チャンネル登録の方お待ちしてます。長崎秋空と親父、長崎秋空と親父心、まあ、緊張した、久しぶりでは皆さん、バイバイ。
さあ、これね、降りるタイミングがね、難しいんですよ。よかった。あ、ありがとうございました。よっしゃ、すいません、ありがとうございました。撮影できましたか。その前に怖かった。